皆さんどうもこんにちは、山竹です。今回ですね、600ランカーになったわけですけど、どこでねこんなランクを上げてたのかという紹介をしたいんですけど、今ですねコインダンジョンで機械ラッシュというダンジョンが来てるんですよ。でここ200万で1時間買えるんですけど、ここのダンジョンが今激アツなんですよね。はい、このダンジョンですね、地獄級はねクリアすると、ちょっととりあえず買ってみましょうか。はい、買って開いてみます。でこのダンジョン、4つに、級が分かれてるんですけど、地獄級はですねなんとクリアするとですね1回につきスタミナ50でね5万5000程度経験値が入るんですよ。機械竜が6体出てくるんですけど、すごいんですよねこのダンジョン。なんで今日はここをねどういうパーティーで回ってるかっていうのをお見せしたいと思います。でこのダンジョンあとチェイサーが出ることもあるんで、チェイサー欲しい人にもおすすめなんですけど、チェイサー実はですね出ると毎回8000ずつぐらい経験値減るんで、実は経験値を持ってかれるんで、あんまり出てほしくはないところなんですよね。はい、ということでじゃあ、大国主とねパンドラでやりたいと思います。でぶっちゃけ自分パンドラでしか回ってないんですけど、結構大国主でやってくださいって声が多いので、とりあえず大国主でもやってみようと思います。はい、ということでねこちら大国主パーティーです。なんかいつも使ってるようなよくある大国主パーティーなんですけど、これでいけるかと思います。とりあえずねもうどんどん行きたいと思います。1時間しかないんでね。はい、ということで、やっていきましょう。でこのダンジョン意外とね倒しきれないと死ぬんですよ。結構えぐい攻撃打ってくるんで、しっかりとパズルは組んでいきましょう。こんなもんか。これで、落ち込みいっぱい落としでいっぱい入るんで8コモまで確定しますね。いきなりいいコンボを見せてしまいました。はい、1回から5回までは適当に殴りましょう。適当に殴ってればある程度は抜けると思いますので、これ盤面良くないですね。3ターンあるんでなんとかなるでしょう。そう、ここね意外とね倒しきれないときね死ぬときがあるんで、マジで気をつけてくださいね、その辺。さあ7コンボ確定からの8、9と落ち込んしていく形。ほい、これちょっと倒しきれないですね、火力的に。そうですね、なんとなくもうやっぱずっと回ってたんで、どんくらい火力が必要なのかっていうのは頭に入ってきましたね。あーやべ、回復入ってねえや。これ6個もしかないですね。はい、ということでねここは突破。いや本当になんだっけ、ボスまではもうひたすら回ってて大丈夫です。ただね中途半端に殴っちゃうとなんか奇跡の一発を打ってくる時があるんで、なんか回復してくるパターンとねこうぶっ飛ばしてくるパターンがあるんで、あやべ5個もしかない、失敗しましたねこれは。はい、そのパターンがあるんで、ぜひそこは気をつけていただきたいところですね。はい、こんなもんで闇が2個入った、6コンボなんで大丈夫でしょう。これは十分量火力が出たと思います。全然俺スキル使ってないな、そういえば。いいでしょう。で次はね光なんで、ここはねもう簡単に闇の1コンボで足りるでしょう。闇1個入った、6コンボ以上で足りるでしょう。こいつやっぱレグルスはね闇パのもう本当にカモなんで、テクダン5倍の時の機械竜もこいつフルボッコにされるけど、かわいそうですねちょっと扱いが。はい、ということで、ここでちょっと変換使っておきましょうか。なんかドロップ足りないんでね、変換使いのちょっと簡単に倒しておきましょうか。さあ適当に闇を分断して7コンボ、闇2コンボ入ってんでここも大丈夫でしょう。はい、でボスですね。ボスがねハダルかこいつ木のやつ、カノプスって言ったっけ、カノプスじゃないや、名前忘れちゃったんですけどの、進化のどっちかが出てきますね。で今回はこっちでしたね。はい、とりあえず奥にで火力を上げて白ハンゾ使おうかな。いやハンゾだけでいいや、ハンゾだけでだいぶこれ火力出そうなんで、ハンゾだけ使ってきます。倒しきれなかった時に次に使う感じでいきましょうか。こんな感じでどうでしょうか。闇4コンボ入った8コンボいいですね。で落ち込んで9コンボ、ある程度削れると思いますねこれで。はい、抜きましたね。そんな感じで機械竜ラッシュ、やっていきましょう。今回チェイスは出なかったんで、多分5万5175とか経験値入るんですよね。もう決まってます、出るモンスター一緒なんで獲得経験値一緒ですねこうやって。はい、で機械竜も結構落ちるんでね、意外と美味しいダンジョンかと思います。はい、
まあ、今回奥入試先にやりましたけど、普段僕これで回ってないんですよ。自分はパンドラが自分のできるパーティーの中で一番早いんで、そのパンドラパで回ってるところもお見せしたいと思います。では移動したいと思います。はい、ということでパンドラパでやっていきたいと思います。あのね、パンドラパはぶっちゃけいろんな人が多分動画上げてると思うし、特に説明することはないですね。まあ、こんな感じで自分はやってますよっていう例なんですけど、はい、このパーティーはとにかく変換をいっぱい積んでください。変換積めば大丈夫です。 できればベジータを入れてほしいんですよね。変換持ってるやつってみんなスキブ1個しかついてないんですけど、ベジータ2個ついてるんですよね、スキブが。これがなかなかね熱いんですよ。はい、であとは、まあ、自分セポネを最近まで使ってたんですけど、闇バルのがね列強化ついてるんで、こっちのがやっぱ火力が出るんですよね、パーティー全体で見た時。なんで闇バルは一応採用してみました。はい、セポネでもまあ火力は出るんですけど、できれば列が欲しいかなと思ったんで、こういう構成にしてみました。多分割とこういう構成にしてみたらいいよって言われたパーティーなんで、これ、はい、教えてもらったパーティーなんで、まあそんなに説明することはないんですけど、まあこれでやっていきたいと思います。最近のねランク、本当もうトップランカーの方々はね、もう最近は五右衛門で周回してるみたいですね。赤おでん3枚とか積んで、もう自分はそんなパーティー組めないんで、はい、自分なりに一番早いパーティーはまあこれだという動画ですね。はい、で1回はまず半蔵を使います。半蔵使ってドロップが8個できますね。8個闇ドロップが8個以上あれば大丈夫ですね。これで16倍プラス、2コンボの3コンボあればここは足りますんで、抜いてください。そうですね。で次にパンドラを使いたいんですよ。でここでパンドラが使いたいから、やっぱりねベジータにしてほしいんですよね。こいつベジータじゃないとね、ここでパンドラ実は使えないんですよ、ターンが足りなくてっていう感じですね。でまあここもまた3コンボですね。3コンボ以上組めば、抜ける感じですね。はい、で次はまあ回復ドロップがやっぱパンドラ使った後なんで多いんで、ここは、ここで、バルを使うのが一番安定な流れかと思いますね。そう、自分いつもコンボパばっか使ってるからね、英雄心結構失敗しそうで怖いんですよね。列組むのがね俺苦手なんですよ。コンボ組むよりね俺列組む方がね苦手なんですよね。7コンボとか組むんだったら絶対1列組む方がね下手なんですよね。なかなか珍しいと思うんですけど、はい。でここで次ベジータですね。ベジータ使うと相手の HP 3分の1ぐらい持っていけるんで、もうあとはね実はこう1列だけで抜けるんですよね。あ、上落ち込んじゃなくても今倒せてました。1コンボだけで、はい、横1列だけで倒せるんですよ。で残ってるのがパンドラですね。ここでパンドラを使って、また、3コンボ以上組んでいきましょう。これで16倍プラス3コンボ、これで抜けますね。はい、で最後はもうここでね半蔵がたまるんで、1回で使ったここで白半蔵ですね。もう1体の方来ないな。白半蔵青が9個か、9個ならこれが一番火力出るのかな。はい、まあ、こんな感じで倒していきましょう。すごいな、落ち込む結構火力出ますねこれ。うわーすごい、全員100万以上火力出てますね、これすごいわ。はい、こんな感じでね今機械ルヤッシュをガンガン回してるところですね。機械ルヤッシュはね今1月31日までの限定ダンジョンなんで、コインダンジョンなんですけど、もうその期間中にもうぜひじゃんじゃかね回していった方がいいんじゃないかなと思います。やっぱねランク上がってた方がね、スタミナの効率もいいし、なんといってもねかっこいいんでね、ランク上がってた方がね、もうぜひこの機会に皆さん高ランカー目指して頑張りましょう。自分もねもう残りの期間できる限りねこうやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。あとちょっと最近ね動画の頻度が遅いかなと思う方がいらっしゃると思いますが、今ねちょうど自分学校がテスト期間なんで割と勉強してるんで、ちょっと動画撮る暇がないんで、まあ、パズラも割と電車の中だけにしようかなみたいな感じでやったりもしてるんで、はい、そこの方ね申し訳ございません。まあその辺たまにねそういう情報はねつぶやいておりますので、よろしければね気になる方はツイッターフォローしていただければなと思います。はい、またね、チャンネル登録やニコニコ動画の方ではね生放送やっておりますので、よろしかったらね見に来ていただける方いましたらよろしくお願いします。ということでね今回はここまでにしたいと思います。またねどんどんランク上げていきたいと思います。では次回の動画で会いましょう。それでは。